若い人、あの、青いトンネルと若いバイク。随分、はい、好き放題言ってくれてるじゃないですか、はい、はい、はい、すいません。はい、無免許。YouTube ですから。無免許だの、はい、理不尽なことで切れるだの、はい、好き放題言ってくれてるじゃないですか。いや、免許だったんですね。はい、はい、これでこの間戦ったの、はい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 、ドローだっていう話言ってたんじゃないの。あの、年末ですよね、うん、マーボーと、あ、あれ、うん、あれも言いましたけど、いや、年末マーボーと一緒に、はい、あの、うん、随分どんぐりさんの文句言ってましたよ。あ、言いましたよ、はい、なん、はい、でもトムさんも和解しまして、なんか雰囲気的に言ったら、いや、だから雰囲気的に言うと和解したのかもしれないけど、和解したのになんで言うの、なんで言うのって、あれ言わない約束だったじゃん。あ、そうですね、そうね、あの後、はい、もう言わないよねって言ったら、言わないって言うから、はい、俺はじゃあ許すよって、はい、なったけど、はい、あのクソミソ言ったじゃんけんない。ゼットさんとかのツイートで盛り上がっちゃうんですよ、面白いから。知らんよそんなの、うん、そういうのあると。それは肌から謝って、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、すいません、人そこは言わないって言ったら、はい、もう言わないよ、はい、はい、ね、はい、で、今日負けたら、今日負けたら、あの、あのアンチは卒業、アンチ卒業します、アンチ卒業します、アンチ卒業します。お久しぶりです。お、アラちゃんこんにちは。プッシュ中村さんです。プッシュプッシュ。今日レフェリーよろしくお願いします。そうそうす、今日は山形から。はい。お、すごいね、あたこじ引退したんじゃないんだ。口だけですね、あの人。はい。まあ、じゃあ事故がないようにね、はい、あのしっかりレフェリーとしていこうと思います。はい、はい、プッシュプッシュよろしく。よろしくお願いします。写真撮るけええやろ。はい、もうライブしたんやろ。はい、撮れました。もうええやん、邪魔やん、動かないで。やらないとちゃんとやろうよ。私は万が一試合中に事故機が障害死亡した場合においても自ら責任を負い、試合主催者及び試合関係者に一切責任を負います。で、あ、社長、はい、何分何ラウンドでした。2分3ラウンドです、ね、うん、インターバルは一応1分なんですけど、うん、はい、それで肩こじがめちゃくちゃ震えております。できるわ、保険で。海外の関わりはできるだけ立ってできるだけじゃないと、できるだけじゃなくて関わるのや。はい、すいません。もうや、満足だよ。満足です、最高の試合でした。今までね、多分あとそこも謝ろう。あ、すいません、ちょっと、すいません、申し訳ないです。いや、まだそういうことなんで。今後よ、今後、はい、もう、体切れや。あ、はい、なあ、はい、市民はここだけ来て戦ってました、はい、他の連中は顔も出さねえ、何もしねえじゃん、はい、卑怯じゃん、その時点で。いや、でも、君はまともだよ、まだ。あ、ありがとうございます、ね、まともかな。でも、その、だから、ここから先、まだ文句言ったり、まだ戻ったら、一緒だよ、はい、今までの人生と、はい、だから自分のキャラでやろうぜ。自分の枠だと全然違うよ、金が止まない。バズりたい、バズりたくてやってる。バズりたいというよりはもう界隈と絡むからバズれないんだよ。寂しがりの人が多いですよね、あの YouTuber というのは。だからその、いや、だっておまわさんの周りにもいっぱい人いるんじゃん。はい、おまわさんの周りのさというよりは配信者の人、配信者の人、あなたの周りにいる人、多分あなたのお友達じゃないですか。いや、そうもわかんないです。海外の方も普通の人もたくさんいますから、それは。だからでもやってることは普通じゃねえ。全然悪口言ったりもあるんですよ。社長、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。見事、勝利をつかみました。強すぎる。最後のすごい重たいパンチが入って、KO 勝利となりました。俺だったら絶対逃げるもんね。はい。あんなの食らったら俺、死ぬよ。試合っていうより喧嘩でしたね。え、喧嘩、うん、本当にぎんなりもうバチン。俺はあの界隈の人にツイッターとかでも、社長は本当に身長もでかいし喧嘩も強そうだしってもうだいぶ前から言ってたんですけど、あれ素手だったら死んでるよな、うん、あ、これだったらいけるんじゃないか。俺の手が見えるんじゃない。やっぱ普段あの机に座って配信してらっしゃるんで、ううでかさが分からない。え、なんか一回りちょっとこの前あった時よりでかくなったな。でかいんですよ、うん、めっちゃでかいです。180近くあるんです、ね、いや、そうですね。はい、まあ、でも社長ともあの地元の方に自分らもお邪魔して一緒に練習しましょうという約束してますので、ぜひ行ってみたい、俺も。はい、ぜひ250番さんも一緒に、はい、みんなで行きましょう。はい、行きましょう。美味しいブリを、あ、ブリ、はい、いただいて。ブリがうまい、はい、あのうちの部長さんが太郎さんです。
ファン、ありがとうございます。俺のファンはいないし。あ、どぶりさんも、あの、はい。ありがとうございます。取ってつけて、はい。取ってつけて。じゃあ、あの、気をつけて帰られてください。はい、そうですね。明日手術なんで、僕。ああ、言ってました。そうです、明日手術なんで、はい。はい。じゃあ、またお会いできる日を。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。本当にありがとうございました。またお会いできる。はい、はい、お疲れ様でした。お願いします。ありがとうございます。